焚き火。久々の焚き火だけど本当にいいね。グッチさんです。The グッチさんチャンネル。こんにちは、グッチさんです。ただいま岐阜県高山市小川町エリア走ってます。今白川郷方面に向かってますね。国道156号線です。今日ですね、私グッチさん。久々にキャンプをします。僕キャンプ好きなんですけど、キャンプがね2ヶ月してなかったんですよ。で僕月に 1,2 回はキャンプする人間なんですけど、なぜかね2ヶ月間するタイミングがなくてですね、今日まで2ヶ月間キャンプを してなかったですね。で、まあ、今日はタイミングが良くて、まあ、天気も良くキャンプをしようということで、で、まあ、日立町のキャンプ場をね、まあ、巡って、行きたいっていうのもあるんですけど、今日は気になっていたキャンプ場にお邪魔しようということですね。本日は白川郷エリアですね、平瀬温泉キャンプサイト、そちらに、向かっております。いやー楽しみ、初めて行くからね。さあ曲がります。この1個裏の道は初めて入りますね僕。します。今日穏やかだね。さあ。前席シートベルトを着用してください。さあ、チェックイン完了です。まあざっと一周してみようか。僕はね今回フリーサイトなんですけど、これは A サイト。車が横付けできるところ。ね、これ炊事場、炊事場はね管理棟のところもあるよってことで、ですね、ね、でこの奥に林間サイトがあって、これは車で入っちゃダメなとこだよねきっと。どこ、Bサイトある。ここね、Bサイト。
こが駐車場になってる。これ B サイトか。すごいね。ということで僕は近場が好きなので手前のフリーサイトにします。フリーサイトで僕はこの奥で建てました。久々ですね。こちらはコールマのコーカサス3というモデルです。これを今日は建てて使います。半年以上ぶりですね。久々に使ってます。いいね。このコーカサスのコーカサス3の特徴なんですけど、風に強いんですよ。だから特に冬とかはね、風強くなるじゃないですか。そういった時に非常に優れてます。僕これはね絶対に欲しいと思って、今年の1月、オークションで未使用のものがありまして購入いたしました。なかなか珍しいですよ。もう3年ぐらい前の発売モデルなので、もう今はね売ってないんですけど、はい、そんな感じですね。ちょっとねお肉焼きたいからこう鉄板をセットして、中はねこんな感じの、本当になんかおこもりキャンプって感じのね。僕はいつも三段ラックとかをね持ってって使ってます。下はこうやってね段になってないから好きなものを置けますし、ここはね開かないんですけども、開かない分ここはスペースとして使えるから、本当に冬とかめっちゃいいですよ。さあジャックを開けて、中こんな感じです。2人余裕持って寝れますって感じです。3人だとちょっときついかなって。コーカサス3っていう3っていう名前だから3人寝れるんやけど、だけど2人が余裕持って寝れるかなって感じですね。作りは本当にシンプルだし、このテントのいいところはこのこれインナーとアウターがもう一緒になってるので、広げてそのまま設営して、で何か使いたいときはこのインナーを外してアウターだけで使うこともできるから、シェルターとして使えるっていうね優れものです。これめっちゃ便利です。僕もう一つこのシリーズでモーンウィーゾっていうやつがあるんですけど、それもねインナーアウター外せれて、で次の日がねめちゃめちゃ雨降ってて活用しましたね。シェルターとして使った。さあ今日は焼肉焼くからね。
熱い牛タン最高よ。僕はね、一枚一枚大事に焼いてたいので、なるべく最小限にしていつも焼いてるんですね。この時間がすごくたまらない、すごくいい、もう最高。さあ、3時過ぎですね。なんか日がね、ちょっと今日は出てないんで、普通に半袖でいましたけど、冷静に考えたらもう寒いですからね。来ました、寒い、よいしょ。さあ、お肉にお肉、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 お肉。今日は牛タン焼いて、で島町のホルモン焼き、味噌のホルモン焼きが売ってたんです。これ味気になるなと思ってね、買ってみました。まあ脂っこいんだろうけど気になるよね、どんなんなんだろうっていう。島町食べたことあります皆さん？ちょっと風出てきたな。どんな味するんやろう。気になるところやね。いただきます。あー、うん、なんかこてっちゃんがね、濃厚になったよっていう感じの、なんかよく焼いたら多分もっと美味しいと思う。より焼いたらうまいな、これはきっと。これまとめて焼きたい。うん、うまい。受付の横がこうゴミ置き場になってますね。で、炭捨て場。うん、すごく綺麗です。ここに入るとコインランドリーあります。で、コインシャワー5分で100円、スイッチを押すと中の電気つくよ。で、施錠するとコインシャワーを利用の際は施錠してください、電気が消えます。ああ、そういうことね。なるほど。すごく綺麗です。港湾キャンプ場行った時とほとんど一緒なものですね。しかもここ真冬だとすごく寒いから、こういう個室状になっているコインシャワーすごくありがたいですね。5分100円ですよ、ありがたい、うん。で、奥ここ手洗い場で、お手洗い、男性女性で炊事場。いや、ありがたいですね。天気悪い日でもちゃんと安心して、ね、屋根の下で使えるっていうのはすごくいいなって、個人的に感じました。いいね。焚き火台をね、1ヶ月前に買いました。高山の、国府にある昔アピタだったところ、あそこでね売ってたんですよ、アウトドアコーナーで。で、僕がね欲しいなって焚き火台がねありまして、いや、ワンドックの焚き火台なんですね。ボックスストーブ、ボックスストーブ、これでね、僕が欲しいなって思ってた理由が、僕がアウトドアを好きになったきっかけの動画が YouTuber のクーネルさんっていう人がいるんですけど、その車中泊をしてみたっていう動画でこの焚き火台を使ってたんですね。
で、まあ欲しいな欲しいなと思ってたんですけど、なんか買うタイミングがなかなかなくて、きっかけとかタイミングがなくて、でふとアウトドアコーナーを見た時に目の前で売ってたんで買いました。すごくね嬉しい。すごく簡単ですこれ。シャーンってやってで、あ、じゃあこれ逆か、こうだね。でこれをこう入れて、ここ入れて、これが下の受け皿ですね。こいつを中に入れるんだけど、入れるときにこれを刺してっていうことよ、ね、すごく簡単で、上から入れて完成。こう開いて、ここで巻きをね受けてくれるからありがたいね。ポロって落ちちゃうからさ、火がこう伝わると、この受け皿になるというか、受けてくれるからいいね。で上はもうこの網しかないので、他のパーツとかは特にないのかな。久々にバトリングをしますよ。いやマジで久々にするんじゃない。今お家に持ってかないとね。ツボックリも落ちてたから一緒に入れとこうか。いいね、ちっちゃいから月がいいね。うん、小さいからこそ逆にすぐにこう安定した火になるというかね。
いいんじゃないでしょうか。おお、いいね。いいんじゃないですか。あったけー、まあ、久々の焚き火だけど本当にいいね。前回夏8月の中旬だったから友達とみんなでね焚き火まあやってて、夜がねちょっと冷えたぐらいだったんで、ちょっと冷えたっていうかまあ涼しかったって言ったらいいのかな。まあ庄川の石の森キャンプ場で友達とキャンプしてて、あそこ標高が高いから涼しかったんですけど、焚き火しやすくてね夜は。いや、いいね、最高だわ。晩ご飯を食べようということで、今日はスープを使います。ちょっと明るくしようか。よいしょ。今日はですね、晩ご飯スープミネストローネですね。まあそれだけではねつまらないので、団子となんか野菜もね一緒に入れて、食べます。がしかしやらかした。今日はちっちゃいやつしか持ってきてない。多分入りきらないから入りきらない気がするんだよね。よいしょ。 OK。 どうかな、入るかな。ああでもまあなんとかなんとかいけそうだな。あ、いけるいけるいけるはず。で、じゃあ、いけるんじゃないかな。あ、ギリいけるんじゃない？これ、どうだろう。野菜もどれだけ入ってるんだろう。やばいな、これ。ラグラクさんだな。あ、軟骨も入れちゃって、よいしいいんじゃないですか、これ。いやー、これは絶対にうまいよ。うわ。よっしゃ、さくぞ、ね。こう冷えてる日はね、温かいものを食べるのが一番いいですよ。
じゃないこれ。よいしょ。わあ、めっちゃうまそう。これちょっと光の加減で見づらいよね。くさあ、これいただきます。あー、うめえ、うめえ。いやー、これは最高だよ。あー、たまる。うん、いや最高よこれ、うめえ。日々見ながらのんびりできるってマジで幸せよ、うん、最高。枝豆食べようかな。洗えば大丈夫。スネークだっていうネタ分かる人いないよね。メタルギアおはようございます。あよく寝た。ホットサンドメーカーで朝食を作る。今日いいね、分厚いのいいね。ベーコンは3枚ずつにしようか。
一枚。しょ。うわーすごいですねこれ。かぶせると、このパンがさもう完全に分厚いから、ね、どうなるんだろう、収まんのかな。収まるよね。これはこれはもう気合だよ。ほらこれ気合じゃない。いけ、なんとかいった。よし、さあどうかな模様が、あお、ちょうど耳がちょうど耳が耳にやられてる。ああそういうパターンね。まあ失敗。うわグニャってなったところそこなんかいい。まあまあまあでも味が美味しければいいんですよ。よいしょ。大きい。いただきまーす。うん、うめっ。うん、うめっ。シンプルだけどそれが一番うまいんだよね。チャレンジの2回目、くっきり見えてほしいな。よいしょ、よいしょ、1枚。あ、あ、剥がれた、2枚。3枚目、切れ目を合わせよう。こうしようか。さあさっきは失敗したからね、顔がちゃんとできんかったね。さあ頼むぞ。よし、クリア。よっしゃ。
ゃんと顔はひしゃげてないはず。さあ2回目はどうだ。おお衝撃すぎて外れた。うわーめっちゃいいね。100点満点じゃない？いやーいいねこれ。いいよこれ。いいよもういいよ。最高だね。やったねー。これで今日のキャンプは心残りないね。最後はコーヒー。いいね。よし、もう十分やろ。最初にちょっと蒸らしといて。うわ、コーヒーポットじゃねえから細く入れにき。まあまあまあしゃあないね。まあ、いろんなお茶菓子がある中で、お茶菓子って変だな、コーヒーの音もある中で、僕は音羽屋のこの語り火がねめちゃめちゃ好きなんですよ。多分間に合ってれば動画でご紹介してるはずかな。できてなかったらごめんなさい。10番前後になってるかもしれないです。僕はこの語り火が好きなんで、コーヒーとの組み合わせがめっちゃうまいんですよね。あの語り部は水飴とお砂糖っていう感じのイメージというか、あこんな感じのね、そうこれがねうまいんですよ。しっとりしてる感じがね、まあ、コーヒーとの苦さとこの語り部の甘さがね絶妙にマッチしててめちゃめちゃうまいです。だいぶ太陽も上に昇ってきてすごい暖かくなってきました。うん、語り部との組み合わせは本当にうまいよ。コーヒーと語り部、チェックアウト完了です。今から高山市内に向かいます。いや楽しかった。このキャンプ場僕めっちゃいいなって、この一泊二日すごく感じました。また雪キャンプもできるところなのでぜひチャレンジしていきます。ご視聴ありがとうございました。
撮り方さ、結局カメラ回収するかあんまかっこよくないんだよね。